朝のモーニングコールです。昨日のめっちゃ美味しかった。美味しかった？うん、よかった。全部食べた。あ、手羽先のやつか。手羽先のやつ好きなの？チキンのやつ。チキンのね。うん、あ、ママ、コッコの卵を入れたい。わーい、何でその授業食べちゃったの？よろぴつー。でも、ね、高いとこ痛い。ここ火やるからね。なんか、目の調子悪い。昨日のあまりってことですか？昨日のあまり。我が家には今電子レンジがないので電子レンジは故障しててね。中華鍋はここに移動した。中華鍋はちょっと移動させてね。レモンはすごい、すごすぎる。ありがとう。今日のご飯美味しそう。珍しく早く来たと思ったでしょ。そう、会えな今日はと思って。だって宮君久しぶりすっぴんじゃんだって。だって風呂上がり本当にびっくりだよ。ママ気をつけてね。ありがとう。昨日のやつ。あー、なんか始まった。なんか始まったぞ。朝から。朝からと朝からできるのいいことですよ。でも作るもん決まってないんだよね。たこ焼き。たこ焼き。はい。じゃあたこ焼き作る。たこ焼きって何を作るの？冷蔵庫。冷蔵庫。この間作ったのぶっ壊したよ。いやー、だってママがゴミ捨て行くって言ったからさ、ゴミかなと思ってゴミにしてたけど。ふざけんなよ。ゴミに行くからゴミかなと思ってやっただけ。子供が作ったものをゴミって言う親っていう風になってる。いいな。レタスチャーハンもしちゃうから。野菜も取れて。たまにトマトも入ってる。当たり。いらない味だよな、チャーハンの中に。トマトもね。意外と美味しいかもしれないじゃん。これあのネギ塩ね。これも入れちゃう。朝はやっぱりスピードですか？うん、朝からそんなこだわっとってもしょうがないからね。あそこ行きたい、ここ行きたい、あれしたい、それしたい、腹減ったー、うるさいから。とりあえず腹を満たすためにやる。ここは、ここは。玉ねぎのスライス。やったんすか？今気づいたわ。どうした？キッチン。やったんですよ。前、ニトリで買ったやつ。やりました、夜。急にスイッチ入って、ずっとやりたくなくて、うん、臭くて。でも、良くない結構。うん。閉まってますよ。
だいぶ売れたついでに早かったけど、うん、しなやんちゃったコーヒー。味付けは私だのみです。いや、のみじゃないよ、さすがにのみではないですけど、もうメインは私だ。お人形。お人形。でも絵上手くなったね、ゆず。体が欠けてるじゃん。こいつとあいつさ、うんこみたいなんだよね。ほんとだ、うんこ乗ってる。うんこじゃない。アイス美味しそうだね。アイス美味しそうだね。コーヒーやっぱその色にしちゃうとやっぱもう本格的にうんこになっちゃうかも。違うから、チョコレートアイス。ピンクとかにしたら。お酢を入れたんですか。うん、朝からど中華だ。ちょっと醤油めっちゃって。あるよ。フロートってさ、ソフトクリーム？アイス？ソフトクリーム？アイス。バニラアイス。今の時代あんのかな？あるんじゃない？喫茶店行けば。ミルクセーキとかあんの？あ、ミルクセーキか。あんま見ないよね。なんか昔自販機とかでもあったよね、ミルクセーキって。ミルクセーキってこう？うん。卵が入ってる飲み物だよ。牛乳だよね、あれって。うん、家でもなんか作れた気がしたけど。チャーハンの中に唐揚げパック。机なら片付けてよ。いや、机の上でやってないよ。あ、そう、うまいかどうかは知らん。うまいや。肉も野菜も取れるからいいけど、うん、完全栄養食。それがチャーハン。万ネギとかもない、切りたくもない。えらい、えらすぎる。お姉ちゃんが最後まで遊んでますわ。あっちそういうことやね。手ごっぱの水かな。手ごっぱの水。あったった。お手合わせてください。いただきます。いただきます。チャーハン。どうだい？味はあるかい？あ、いけるかい？今日は天気いいね。何したい？どこ行きたい？公園。コロク。夢の国。夢の国。ん？ん？なんて？夢の国。コストコ。夢。私にとって夢の国コストコだね。じゃあコストコ行くか。一人1万円企画するか。一番やばい、それは。春休み特別企画。うん。駄菓子屋さんで1万企画やる。駄菓子屋さん。全部買える。一人。店買えるわ。安すぎだろ、その店。1人1万円で4万円って多分その駄菓子屋さんの駄菓子全部買えるんじゃん。みなこさんも買うんだ。うん。本当だ。これなんかついてるからね。本当だ。ごま。ごま。顎の下に。ごま。ごま埋まってた。肉の間に。ごま埋まってた。いや、美味しい。おいしい。うん、よかった。チャーハンに入れるとこんなに具入れないかも。でも自分で用意したんじゃないもん。昨日の残ったおかずを全部ぶち込んだだけだ。うん、そういうこと。うん、だけど昨日のサラダも入ってるからね。あのレアアイテムトマトもいるから。そうだよ、なんか2個ぐらいトマト入っちゃったから、あの当たりがいるからね。外れじゃない、当たり。バツイチじゃない、丸一。
そうでしょ。ゆずが一番最初に笑うのやばいでしょ。って言ってた。丸一で。テントは丸何を目指すの。一番いいな。一回離婚するの。一回離婚するんだね。あ？うん。ゼロだろ。ゼロだろ。そしたらもう結婚しないか離婚しないかって感じ。っていうこと？そういうことだよ。そういうことだよね。ゼロで言い続けるためには。うん。結婚しないか離婚しないかどっちか。あ、そういうこと？レントが彼氏連れてきましたって一回俺通してもらうけどね。ゆずちゃんも小雪ちゃんにもそういう春が訪れる日が来るのか。もう訪れてるよ。41歳。いやいや、私はね、私はね。そういう意味。まーちゃんはどこにいるの。まーちゃん多分翡翠の部屋。まーちゃん翡翠が大好き好き好きだから。でもママが帰ってきたら全部めっちゃジャンプで、めっちゃジャンプして尻尾振ってるけど、まはるの順位的には私の方が上なわけ。やっぱりずっと一緒にいるじゃん。だからその時点でもう翡翠はめっちゃ睨んでくれてしまうと。でもたまにゆずが寝るときにまはるが一緒に寝てくるよね。お腹に乗っているの。ここに縦に寝てるよね、ゆずの。ここに縦にまはるが出て、こうやって、こうやって。やってるんだって。やってる人な。多分ね、もう寝ちゃってんだよ、多分。寝ちゃって、無意識だと思うけど、こうやって。やってるよ。いや、受けすぎだから。受けすぎ。なんで、そんなに。ご飯食べたら、化粧とかして、君たちも用意して、今日外あったかいからちょっと半袖仕込んでったら？いやー！でさあ、聞いてくんな。雨が続いたわけじゃん。洗濯物がマジで溜まってるから。で、しかもちょっと毛布とかも汚れちゃったわけじゃん。そう、乾燥機も酔うから。みんなでお手伝いできるかな。座って座って、作戦会議。いい、公園は行こう。公園は行こう。だが洗濯物も洗いたい。いいか、いいか。手伝ってくれるか。手伝ってくれるか。危ないもん。さあみんな今日一日楽しく過ごしていこう。えいえい。おお。えいえい、痛い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 。おまままままま。えい。ああ。そうだ、水通しもせないかわ。ねず。やってやってやって。いる。なになになに。いや。見えたわ、ダンス。不安が見えたね。ちょっと笑いが足りねえな。YouTube でしょ。これが内緒のやつ。内緒のやつ。じゃあサライムとヒツエに言わないで。みんなに言わないで。全国で放送されますけどね。動物園。